皆さんこんにちは。皆さんは違法コピーされたゲームをやったことがありますか？まあ、ないと思います。普通は違法コピーされたゲームって起動できないようになってるんですよ。警告文が出てきたり、ゲームが正常に進行できなくなったりするんですが、中には鳥肌が立つようなコピー対策があるらしいです。皆さんは任天堂のゲームはお好きだろうか？任天堂といえば、世界的に愛されているマリオが有名だろう。しかし、違法コピーする輩にマリオは容赦しなかった。ゲームを起動すると、このような警告文が出てくるようになっている。黒い背景にエラー文が表示されるのは、子供たちにとっては不気味なものに映っただろう。いわゆるコピーガードというやつだが、これはまだ可愛いものだ。海外で、Wii のマリオカートに恐ろしいコピーガードが存在するという都市伝説がある。実際に映像をご覧いただきたい。マリオカートをプレイしている途中で、警告文のようなものが表示される。パイラシーディテクト、海賊版を検出したという警告だ。この警告を無視して先に進むと奇妙な現象が起き始める。目がないキャラクターたち。首がないまま走るルイージ。非常に奇妙な光景である。これは、違法コピーを行った者に対するキャラクターたちの呪いなのだろうか、制作者側が意図して入れたものなのだろうか。違法コピーしている方は今すぐやめた方がいい。あなたのゲームの画面もこうなってしまうかもしれない。今回はこの不気味な現象の真相を追っていく。コピーガードの警告はファミコン時代から存在するらしいです。昔から制作会社は違法コピーする連中と戦ってきたわけですね。任天堂のゲームには、ほとんどコピーガードが実装されているらしく、Wii のマリオカートにも同様のものが実装されていてもおかしくないです。しかし、前半の映像のような意図的に作られたとしか思えない怖いバグは本当にあるのでしょうか。実は、海外でコピーガードの都市伝説が流行しており、様々なバリエーションのコピーガードが作られています。例えば、こちらは DS のマリオですが、このような警告が表示されるそうです。こちらはすでに創作だと断言されています。今回のマリオカートのバグも、創作されたものの一つというわけです。他にも、マリオ64のコピーガードなど、面白いものが多いので、暇な方は調べてみると良いかもしれません。ちなみに64以降のゲーム機では海賊版を検出すると、そもそもゲームが起動できない、という処理になることが多いため、警告文はデータとして存在しないそうです。違法コピーを使うとゲームが正常に進行できなかったり、データが削除されるといった措置もあるらしいです。作った人の怒りが感じられますね。